今回は左側の打球の処理の動きについてお伝えしていきます。ここでの目的はしっかりと左側の打球に対して足を運んで呼吸をしていくということが大事になっていきます。注意ポイントとしては、左側に入っていく際、入りきらずにこのように後ろ側に体重がかかってしまう。そうすることでグローブが上がってトンネルしてしまうということになりますので、しっかりと足を運んでいくということを心がけて取り組んでいきましょう。それでは練習方法をご紹介します。ベースボール1